2011年バレーボールワールドリーグは2011年5月27日から7月10日にかけて開催された国際バレーボール連盟主催の第22回バレーボールワールドリーグ出場国は16カ国決勝ラウンドはポーランドのグダニスクソポトで行われたロシアが9年ぶり2度目の優勝を飾ったなおインターコンチネンタルラウンドプール B は 日本国内の会場でも一部行われる予定だったが、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故の影響懸念により、別の国で行うこととなった。オランダの事態により繰り上げ出場。エジプトの事態により繰り上げ出場。6週間にわたるホームアウェイ方式の4回戦争当たりシステム。各グループ内の3チーム相手に、 計12試合の対戦をする。各グループの上位にチームずつ、計8チームが決勝ラウンドへ進出する。インターコンチネンタルラウンドを勝ち抜いた8チームが決勝ラウンド開催地、ポーランドへ集結し、2グループに分かれて、総当たり戦を1試合行う。ありがとうございます。